大谷竹春のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷竹春です。さあ、そろそろ年賀状は書き始めていますか？年賀状は表も裏も印刷だけに終わらず、一言メッセージ書くだけでも温かみのある年賀状になると思います。僕は送る方のことを頭に浮かべながら一言必ず年賀状に書き足してますよ。あなたも一言年賀状に書き添えてみてはいかがでしょうか？それでは今週もどうぞお付き合いください。竹春のマイロードラジオ。はい、今年もあとわずかになりまして、あの流行語大賞とかね、あとレコード大賞の候補曲などが発表されておりまして、まあ、様々なね、年間通した軌跡が発表される時期になってきましたよね。で、そんな中ですね、2015年度の年間本の売上ランキングも先日発表をされました。そしてそのランキングの中にですね、まあ、この番組でもね、毎週のように、曲もオンエアさせていただいております。僕、大谷竹春が音楽担当しました、聞くだけで自律神経が整う CD ブックがですね、なんと、実用書部門当販でですね、年間1位を記録しました。イエイ。すごい。もう何百人と観客がいますね。ありがとうございます。さらにですね、本の、総合ランキングですね。はい、2015年度総合ランキング、日販調べで、なんと、4位にランクインしました！イェイ！ありがとうございます。いやー、本当にですね、2015年発売された本の中で、いわゆる4番目に、ね、売れた本ということで、本当皆さんの応援のおかげだなと思っておりますけども、まあ、1位がね、又吉直樹さんの火花、ということで、その、ね、同じベスト5の中に入ってるってことで、本当に僕の中で今年はですね、とてもいい、年になったなと思ってます。で、さらに、この CD 付きの本っていうね、のがですね、このようにベストセラーになったっていうのは、あんまりないそうで、そのなんかこう、火付け役になったよっていうふうにもですね、出版社の方からですね、言っていただきましたので、本当に嬉しく思ってます。で、まあ、この CD ブックね、手に取ってくださってる方からですね、結構最近は、譜面が欲しいと、ね、ピアノとか弾かれる方で、譜面ないのっていう問い合わせをですね、いただいてるんですけども、まあ、実はですね、僕、特にこの聞くだけで自律神経が整う CD ブックの曲を作ってる時に、譜面をですね、一切書いてないんですね。はい。で、すべての曲をですね、一発撮り、ね、いわゆるこう、撮り直しというか、要は間違えても途中から撮らずに、もう全部最初から最後まで一発撮りで撮ってるんですけども、結構ですね、多くの曲が、真っ白の頭の状態の中からですね、こう、ガーッと弾き始めるんですよね、ピアノ。で、その流れで演奏しているんですよね。いわゆる、こう、アドリブというか、前もってこういうメロディーにしようというふうに考えずに、本当にこう、アドリブで次こういう流れでいったらいいな、みたいな形でですね、作ってるんですよ。なので、実際弾き終わって、その録音した音源を聞き直して、あ、僕こんな風に弾いてたんだなっていう、感じで、逆に自分の、ね、演奏した音楽を聴きながら、そのメロディーを後で覚えて、ライブで演奏するって形になってるんですよね。はい。だから結構譜面がね、ちょっとないんですけども。まあ、自分の曲をこう客観的に、聴くことができるので、おそらくこう自然の流れで演奏したね、曲だからこそ、この自律神経を整えるのに効率的になったのかなともね、思ってます。なので結構ですね、ライブでね、最近この CD ブックの曲から演奏することもあるんですけども、まあ、実は、結構そういうアドリブ的なものがあるので、結構毎回違ってね、弾いてることがあるんですね。はい。なので、結構キーが違ったりね、キーも違ったりするんですよ。なので、ぜひぜひですね、CD ブック持ってくださってる方もですね、生演奏で聴くと、
おそらく違うことやってますので、また違う楽しみができると思いますので、ぜひぜひ皆さんね、あのライブなんかも見に来てください。そんなわけで本当に今年はね、この CD ブックをきっかけに僕のことを知ってくださった方もいらっしゃると思いますので、また来年もね、皆さんに、ね、心の支えになっていただけるような曲、そして歌もね、歌っていきたいなと思いますので、来年もよろしくお願いします。それではそんな自然の流れで作った曲をオンエアしたいなと思います。聞くだけで自律神経が整う CD ブックの中から、大谷武春でぬくもり。お送りしましたのは大谷武春でぬくもりでした。大谷武春のマイロードラジオ。はい、大谷武春は12月15日の火曜日にイオンモール新玉橋でライブを行います。まさにライブタイトルが聞くだけで自律神経が整うライブということでね、この CD ブックの中からもねたくさんお届けします。時間はお昼の11時からと1時から、そして夕方3時からと3回ね行えます。こちら観覧無料になってますのでね、ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。そしてもちろん CD ブックの中からだけでなくて、歌の方もねもちろんお届けします。ひょっとしたらこのライブが今年最後のライブになるかもしれませんのでね、ちょっと平日ですけど皆さんぜひぜひ遊びに来てください。そして来年もガンガンねライブ頑張っていきます。よろしくお願いします。それではまた来週も聞いてください。大谷武春でした。バイバーイ。